自演寺の長寿町五坊墓地自演寺は、日本の鹿児島県西の表市にあった寺院。家蔵山寺演寺。種子島最古の本格的伽藍による寺院で、島の領主種子島市の祈願寺であった。寺寮百国。種子島市の最初の墓地で、かつての自演寺敷地内に位置する五坊墓地についても、本校で述べる。大道四年、奈良幸福寺の末寺として創建され、 長京2年に北家州に改修する。北家州の諸祖は日増しである。自演寺の由来の説明版によれば、境内の広さはおよそ4ヘクタールあったとされ、釈迦堂、祖師堂、社迦、拝殿、栗、宿坊などが配置されていた。赤尾裏の背後に位置することから、県東支線や県民線の寄港地、発信地としての役割を持ち、自演寺の宿坊には、施設団や、 遠藤入るとなった人物らが足跡を残した。天文12年に、ひなわじゅが種ヶ島に伝来した際にも、漂着船の乗組員は、自演寺の宿坊に滞在した。明治初年の廃物希釈により、廃寺となり、跡地は現在八坂神社となっている。神社廃殿前の長寿鉢及び、背後のカス山の古障が、王子の名残をわずかに止める。自演寺の蝶図鉢は、 西の表市指定文化財に指定されている。種ヶ島市の最初の墓地。五房の名は、墓地が自演寺の敷地の北端にあったことに由来する。歴代当主の墓の周囲には、種ヶ島市の入党当時の家臣二十夜の墓が主家を死後するかのように立っている。種ヶ島市正代とされるの部元から数代の墓は、所在や告示が不明となっていたため、万円元年、第二十三代当主。 種ヶ島久道の夫人で久道の仕事をの当地に当たった少住院は初代信元から四代真島でを一気に行使し、宝号を刻んで参り墓とした。なお、種ヶ島市の菩提寺である本源寺に隣接する御廃刀墓地が二番目の墓地である。西の表市西の表西町、自演寺跡に立つ神社。通称、おぎおん様。明治六年、西の表西町の住民によって、 検査され、明治24年号路奉仕西町の氏神でもある須佐農村を祭人とする。境内に、自演自席検証費、敬神愛国費がある。新歴7月25日に催される、祇園祭は、鉄砲祭りと並ぶ、島内に大行事となっている。天文年中、異国船16層が、赤鬼裏に襲来し、家宝を放った。寺園寺の住職、秘尊が、 車団において劇場の祈祷を行うと、春日山より黒白2羽の鳩が車内に飛び入り、神前の線香を加えて飛び立つと俗船の小柱に止まった。このため俗船は船火事を起こしてことごとく消失した。鳩が渚の大石に羽を休めたことから、この大石を鳩が瀬と呼ぶようになった。後に港湾拡張工事に伴って大石の一部を 春日山に移し、鳩トイと、告示したのがこの石踏みとされる。天正十四年、第十六代、種ヶ島旧寺は、藩主、島津義久の大友氏攻めに従軍した。出陣の儀式は、地オ寺の釈迦堂、祖師堂、万神堂の三道を拝礼し、拝殿で、北家行を、拝退するという慣例であった。ところが、久し時は三道を拝礼したものの、拝殿で、 北っ行を廃退せずに乗船しようとした。時の住職、ガツコン派球場を追って、渚さで引き止め、切相、身は負傷ながら、教門の価値は少しも変わりません。ぜひ、北っ行を廃退してくださいといめ、ついに久し時も廃退して出陣した。月婚ツコンはこの日から同然の小松の下に、石段を築き、中野軍行祈祷を行った。ある時、 この石段が崩れ、月根は大いに喜んで、ただ今、敵城落城の湯と、両主の館に告げた。後に、休寺が外旋してこの話を聞いたところ、筑前岩屋城の落城日時と一致していたという。ありがとうございます。